はい、どうも、プロさんです。いや、ほー。はい、ということで、ちょっとおっぱいの本田さんですけど、今日は、すごいぞ、久々の、前やってた大食いみたいな商品買ってきちゃいました。近くにスーパーがあって、そこのお惣菜屋さんが、めちゃくちゃうまそうなんですよ。ここ、今、お昼の12時なんですけど、もう100回ぐらい行ってるんで、11時になると、なんか新しく焼き上がって出てくるの。まあ俺の計算なんだけど、さっき11時半に行ったら、案の定、出来たてほやほやのパンツ。お惣菜ってなんか冷え切っちゃったみたいなさ、なんかそういう感じあるじゃないですか。新しく出来たやつを狙って買ってきて、ドンピシャで今日当てはまったんで、紹介したいと思います。じゃーん。九条ネギ入り、ジューシー黒餃子。もう餃子とかマジ久々だなと思って、でまた今度はね、手作りで餃子作りたいんで、ちょっとねスーパーのおばちゃんと対戦しようかなみたいな。このチキンがめっちゃうまいのね。炙りチキン、ガーリック風味で、これも出来たてほやほやなんで、アスパラとチーズの豚ロース巻きカツ、これもめっちゃうまそうじゃない。これ全部冷え切っちゃったらまずいやつ。こちら見てください、こいなりさんち、こいなりさん、5個入り。はい。僕もまあ、こいなりさんなんで、まあちょっとね、コミュニケーション取ろうかなっていうので買いました。おばあちゃんが作ってくれたおいなりさんが本当好きだよね。ちょっと食べたくなっちゃった。ちょっとね、茶色い食で超高カロリーになっちゃってるんですけど、まあ、1週間に1回ぐらいしかこういうことしないんで、まあこんな、一気に、こう揚げ物一気に大食いは、まあ、いいだろうっていうのでね、久々にちょっとお惣菜食いたくなっちゃったんで、一気に。はい。そしてご飯、まあ3合という名の四捨五入で2合、ちょっと今日は久々に手作りじゃないやつと食っていきたいと思います。はい、ちょっとね楽しみだな。昔やってた大食いに近い感じなんで、ちょっとこれ全部チンして食べていきたいと思います。楽しみの手作りの市販の美味しいお惣菜でこの炊飯器で食うのマジでちょっと夢だったんで。うわ、めっちゃいい匂い。うわ、しかもなんか離したくないって、こう、うわ全然離れないね。ティーボラン状態だ、これ餃子が。うわ、匂いがなんでこんなうまそうなんだ。すごいね。前衛陣に餃子軍団を率いて、後ろにちょっと防御も攻撃も兼ね備えてるこのチーズアスパラを、はい、乗せていきたいと思います。しかも距離感も取ってね、攻撃範囲が広いんで、近すぎすぎるとお互い傷つけちゃう。はい、これで餃子アスパラの陣ですね。これで後ろで待機。見てこの霜降り、ほんと上手に焼けちゃってるね。自分で手作りしてるから分かるけど、こうやって美味しいものを作れる人ってほんと尊敬するわ。俺騎馬戦の陣です。上にリーダーで鉢巻き取っちゃうみたいな。お米を守るね、こちら王国の騎士。はい、5人の勇者を、はい、これも幅を取りました。よし、炊けました。うわーすごい。あっ、水多すぎたかな。昨日の残りを、ね、入れたいと思います。主婦ですから。
イドレンジャー大集結ってことで、茶色のものってほんとすごいよね。俺ね、高校生時代ぐらいからそのなんか無理なダイエット始めて、ほんと限界まで行って三者面談までやったことなんですよ。拒食症じゃないかみたいな。で、拒食症じゃなかったんですけど、そこからなんかもう一週間に一回とか、もうその時はね、結構爆食いに目覚めてっていうので今があるんですよ。だからあの時に無理なダイエットしなかったら、こんな大食いになってなかったと思うんです。いただきます。うん。まず米がうまい。うまっ。うん。米がうまいんだよな。まず口の中を。さっぱりと。じゃあ、たっくんはこれうまいな。うん。うん。あんまり感じめっちゃうまい。まず生で。待って、うまいな。うん？餃子の王将と何ら変わんない。うん、なんてこれには勝てないな、手作り。このネチョネチョした餃子なんですけど、ネチョネチョした餃子すごい好きで、今度はちょっとサクサク系なやついただきたいと思います。チーズがね、とろけてるといいんだけど。うん、あ、チーズとちょうどいいバランス、アスパラガスと。うん、うん、うまっ。絶対ケチャップ合うわ、これ。うわ、久々にジャンク食うとやべえな、これ止まんないこれ。うん、うん、うまい。なんでこんな米と油って合うんだ。びっくりするんだけど。逆に太るのに合っちゃうみたいなね。ほんと。出会っちゃいけない同士が出会っちゃってるんだよね。うん。ほんとうまい。チキンだけでもこれがね、めっちゃうまいんだよね。うん、あ、小学校の運動会でお母さんがすげえ出来がいい、あの唐揚げ作ってきちゃったみたいな、そんな味。めっちゃ出来がいいなみたいな。うん、餃子もう二個食いがほんとうまい。うん、やっぱ幸せな、ほんと。はい、今日こちら、じゃん、水のやつ。
ジャンクをいろんなものを組み合わせて詰め込んで一気に食うっていうのね、最高に美味しい。やっぱジャンクはちまちま食っちゃいけないんだよね。原料食とかでダイエット飯とかでちまちま食った方が逆に美味しいんだよね。これちょっとうまいな、めっちゃ。うん、今まで餃子チャーハンラーメンが主流だったけど、餃子唐揚げ揚げ物、これやばいな。うん、やばい。で、このたくあんが油っこくなるんだけど、一瞬浄化してくれるのね。この餃子がすんごいうまい。皮がめっちゃもちもちしてて、中がねぐじゅぐじゅしてんのね。だからほんとなんか歯がなくてもおばあちゃんでも食えるみたいな。間違えておばあちゃんにこれこんにゃくゼリーだよって食べても、あーなんかちょっとジューシーなこんにゃくゼリーだねって言われるぐらいぐちゃぐちゃ美味しい。うん、高カロリーのものを食べるとすげえ罪悪感あるじゃないですか。まあ俺もちょっと罪悪感あるんですけど、なんか太っちゃうなと思いながら罪悪感抱えて食べるのと、全然ヘルシーだみたいな、今日ぐらい全然大丈夫っていうその精神的状況、これ食べても全然太んないよみたいな気持ちで食うと本当太んないらしいね、体だって。はい、だからぜひね、まあもしストレスで抱えちゃってちょっとあの爆食いしたいみたいな人絶対いると思うんだ、この動画見てるってことは。もしにやるときは罪悪感変えずに、まあ明日も、まあ、痩せるはいいや、痩せるからいいやみたいな、爆食いしたいみたいな気持ちでやると、やっぱそんな太ってないというか。うん、餃子を餃子揚げコロッケ、いただきたいと思います。これどうだろう、うまいのかな。うん、めっちゃうまい。うん、デザートだ、もはや。お稲荷さんってもう一番太るよね、これ。米に油巻いてるみたいな。結構あの名前がさ、お稲荷さんみたいな感じなのに、中身は結構や、えぐいことやっちゃってるみたいな。お稲荷野郎って呼びたい。うん、うまい。
じゃあ最後一口米いただきます。ちょっとね、おいなりさんちょっと食えない。苦しい、さすがに。ごちそうさまでした。